有リチ五郎は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。海軍中将、有リチ品野城の三男として東京に生まれる。1900年3月、高等市範学校附属中学校を卒業。1905年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月、海軍将尉任官。1915年5月26日、 駆逐艦、夕暮れ駆逐艦長に就任。1917年11月、海軍大学校を卒業し、海軍少佐に昇進した。1918年1月、牧艦長となり、第二特務艦隊司令部付け、柏駆逐艦長などを歴任し、1919年9月15日、第二水雷戦隊参謀に就任。島風駆逐艦長心得を経て、 1919年12月、海軍中佐に進級し、島風駆逐艦長となる。1922年12月、塩風駆逐艦長に就任し、クレチンジュフ参謀、県広島湾要塞参謀などを経て、1926年4月1日、第30駆逐隊司令に就任し、同年12月、海軍大佐に昇進。百二十七年十一月、 名取り艦長となり、第十二駆逐隊司令、春名艦長、軍令部出資を経て、1931年12月1日、第一水雷戦隊司令官に就任し、翌年12月、海軍少将に進んだ。1933年11月、第二艦隊参謀長に移動し、翌年11月15日、海軍水雷学校長として陸上に上がり、 第4戦隊司令官を経て、1936年12月、海軍中将となり、第3戦隊司令官に転じた。1937年12月1日、新海洋行部司令官に就任し、軍令部出資を経て、1939年3月21日、予備役に編入された。その後は1939年8月31日に、第日本航空理事になり、 1943年1月29日に同副総裁に就任。1947年11月8日死去。一時期を除いて、ほとんどが海上勤務の無人で、水雷畑を歩んだ。軍人としての遍歴より気候でのエピソードが豊富な、代名詞として有名で、現在でも伝説になっているものが多い。あだ名が猫さんまで、口ひげが顔をはみ出して後ろから見ると、 猫がサンマを加えているように見えたのが由来だという。その一面、奇妙な見識もあって、品字変書記に、知人の息子の海軍兵学校生徒が事変で、夏休みを削減されたと聞いて、僕の兵学校時代は、日露戦争中だったが、夏休みはまるまるもらえた。海軍あげての戦争でもないのに今から、そんな余裕のないことで大丈夫かと口にしたという。ありがとうございます。